伊織橋から早月川上流を望む上士町は、富山県中新川郡の町。富山県東部の山寄りに位置する。古くから、立山修験の裏参道に通ずる場所として知られる。新川平野の中央に位置し、富山市の東約 15km にあって、東西 26.1km、南北 16.1km の東南に長く伸びた長方形をなす。面積は富山県第5位。地形は東高制定で、町域の大半は山地が占める。東南部は標高2999メートルの剣岳を主峰として大日岳、猫又山等の北アルプス、立山連峰の山々が連なる山岳地帯で早月川、上市川の水源を要する。中央部は早月川、上市川、里川、大岩川が流れる山地で河川に沿って集落が点在する。森林セラピー基地に認定されている。上市川の2つのダム、上市川ダム、上市川第2ダムがある。北西部は上市川、里川、白岩川、大岩川が流れる平野で、新川平野の一部を形成している。人口は北西部に集中する。冬季は雪が非常に多く、特別豪雪地帯に指定されている。アメダスの上士地域気象観測所が東種に設置されているが、上士町中心部から離れた内陸の盆地に立地しているため、富山県内の他の観測地点と比べて低い気温が測定されやすい。富山県の市町村別天気予報では、上士と掲載されることがある。上市町は単独調整の方針を打ち出している。上士町市街。画像右側には、無比の工場がある製薬業が盛んである。ちなみに、製薬業界などの業界用語として、上士という言葉がある。プットオンザマーケットの直訳であり、研究開発の段階を完了した薬剤が、製品として市場に出回ることを意味する。上市町は、縁起の良い町名である。上士駅。狼子供の雨と雪のモデルとなった古民家中村の大杉上士駅の構内に観光案内所が設けられている。ありがとうございます。